さあすでにうっすらとファンファーレが聞こえてまいりました。それではカメラを切り替えましょう。新潟競馬場新潟大賞典です。新潟どうぞ。見ておりました。さて佐藤俊康さんに解説をお願いしておりますが、一番人気アロハドリームいかがでしょう。そうですね、まあ早めにこの新潟に入金しましてね、はい、いい状態を保ってると思いますね。さあ枠入り完了です。スタートしました。ほぼ横一線の綺麗なスタートを切っています。新潟大賞典ハンデ戦2000メートル、スタンド前の直線をこれから先手争いでありますが、 SG フラットが飛ばしていきます。そしてウィンドフィールズ、 SG フラットとウィンドフィールズが譲らずに先頭争い、第一コーナーのカーブであります。その後スプリングバーベナでしょうか、アロハドリームです。人気のアロハドリーム3番手につけました。そして1番の名将ヨシイエ。さあこれから第2コーナーバックストレッチへと入ってまいりますが、ウィンドフィールズ先頭です。 SG フラットが2番手半馬身差、その後方でありますが人気のアロハドリーム3番手、そして1馬身差で東海サイレンスが行きます。内々1番の名将ヨシイエ、さらには10番のマンノチャレンジ、そして7番のマジックキス、ちょうど真ん中あたり、そしてプラウドマンであります、アットイアスタプラウドマン、中段の後方内から12番ボストンエンペラー、大崎騎手上がっていきます。それから5番の神のマジック、13番マイオジョンヌ、やはり後方であります。2馬身切れまして9番のサウンドバリア、外の方からマヤノポセイドン、そして4番のスプリングバーベナ、最後方です。さあ前半の 1000m を1分1秒で通過していきました。わずかにスローペースでしょうか。先頭は2番のウィンドフィールズ、ウィンドフィールズが花を切って現在も先頭をキープ、そして14番 SG フラットであります。さらにはマジックキス、牝馬のマジックキス上がっていきます。内々3番のアロハドリーム、今ちょっと中段に下がっていきました。アロハドリームどうしたんでしょうか、現在中段であります。内々2番のウィンドフィールズ粘っている、マイナス18キロウィンドフィールズ、そして外の方から8番のプラウドマンがやってきた、谷川だけであっというスタープラウドマンです。さあ5、6頭が並んでいる、プラウドマンか内2番のウィンドフィールズ粘っている、そしてブチが入る、 SG フラットブチが入っている、そしてマンのチャレンジ、大外をついてマイオジョンヌ、マイオジョンヌやってきました。新潟の申し子マイオジョンヌ先頭だ、マイオジョンヌ先頭だ、マイオジョンヌ先頭、そしてアロハドリーム懸命に追走しますが2番手までマイオジョンヌ優勝です。トップハンデマイオジョンヌ、やはり新潟は強い。なんだろう